これでいいのか。うん、なんかいつもと違う設定をするとだいたい失敗するんだよね。行ってなさそうだね。あれ？お、行ったかな？はいはいはい。行けたっぽいのかな？こんにちは、こんにちは。あ、はい、おはようございます。おはようございます。いっす。はい、ですね。9月の17日の日本だと9時半ですけども、こっちは今深夜の1時半です。はい。なので、こう、僕はこう普通にこう寝る前にビールを飲んで寝よう的な感じなんですけど、今コメント書いてる人って何やってる人か聞いてもいいですか？一応ほら朝、月曜日の朝じゃないですか。そうすると働いてない人だったら逆に寝てると思うんすよ。で、働いてる人は見てらんないじゃないですか。だから見てる方々は何をされてる人なのかっていうのが、ね、お、学生、高校生だって高校でしょ。自営業、夜勤、ずる休み、主婦、作家、無職9時半に起きなくない？閲覧業、農家、議員、学生、大学生、バイト探し、在宅、農家率高いね。専業主婦、資産家、早起きニート、絵描き、結構夜勤率高いんだね。というわけで、僕はビールを飲みますけども、夜勤明けの人も飲んでいいと思うんですけど、一応これから仕事っていう人は、適当にお茶かなんかを用意していただいて。で、今日僕が飲む予定のビールが、フランスのコルシカ島っていう、ナポレオンが生まれた島で有名な島なんですけど、そこのビールっぽいです。はい。で、そこのアンバーかな。ピエトラっていう、なんか普通にスーパーで売ってたんですけど、日本ではあんま見たことない。ニュージーランドで緩く働いている、あ、外国人なんだ。うつ病で傷病手当もらっています。お、ガチ勢ですね。おお、コーヒーで乾杯。アイス。というわけで、じゃあ適当に皆さん準備していただいて、よいしょ。ちょっとマイクの位置を変えてみたので、PC のファンの音が減ったんじゃないかなという気もしてるんですけど、果たしてどうでしょう。はい。で、ガチ勢とは、働かないでお金をもらうっていうのが成功した人っていう意味でガチ勢って言ってしまいました。はい。ほら、世の中普通の人って、働いてお金をもらうとか、お父さんがお金持ちで、そのなんかお小遣いをくれるとか、なんかおじいちゃんが金持ちだったから遺産とかって、何らかのその、運の良さだったりとか、働くとか対価を払ったりっていうので、こうお金を手に入れるんですけど、何もしないでこうお金が手に入るっていう、すごい幸せな人なので、ガチ勢って呼んでいました。はい。この向こう坂トボテルでいいのかな？よくわかんないけど、100円もらいました。というわけで、飲むビールはこちらのペトラ。はい、乾杯、ウェイス。バトロワ系のゲームがなくなるっていう噂について、なんでなくなるの？なくならないんじゃない？第5の放送タイトルみたいなのが多くなってきたな。個人的な理由で、タイトル毎回一緒にしてたら、どれがいつのやつだかよくわからんということに気づいてしまい、ちょっとタイトルを変えた方がわかりやすいのかなと思って、ちょっと変えてみようかなと思っていました。はい、乾杯。重機運転中気をつけてください。まあ、特に映像を見る必要はないので、何回もやってるので知ってる人は知ってると思うんですけど、初回のこのビールを飲むよって見せるところ以外、映像を見るメリットはありません。あとはひたすらこのおっさんがただ喋るだけなので、映像を見ないで音だけで十分だと思うので。はい。でも生ポは海外旅行とかできないよね。できるんじゃない？こっそりお金貯めていけば、娯楽とかでお金使っちゃいけないものが一応あると言われてるんですけど、でもパチンコも使ってても、今は別にそれで生活保護廃止になるわけでもないので、海外旅行も黙っていけば分かんないんじゃないですかね。あ、中国でバトロワ廃止になるんだ。まあ国によってはあるんじゃないですか。あ、でもバトロワってスーパーセルってテンセントの子会社になったんじゃなかったっけ。
もともとフィンランドかなんかの会社で、で、あの、孫さんの弟さんの太蔵さんが買って、で、その後に確かテンセントに売ってるから、今バトルワの会社って中国の会社な気がするんで。ひろゆきは人の何に興味を持つ？哲学に興味があるか。予想外の答えが返ってくるかどうかっていう、その人の想像上のモデルが僕が作ったとして話をしてるときにね。で、その人が予想外に面白いことを言ったとか、予想外につまらないことを言ったとか、予想を超えたときに、あ、面白いなと思ったりします。なので、海外行って、人の動きを見てるのは、この国の人ってこういう動きをするんだとかっていうのが分かると面白かったりします。で、やっぱ初めてフランスに来た時に、フランスのおばあちゃんって赤信号でも平気で渡るんですよ。おばあちゃん跳ねるやつはいないだろうっていうので、堂々とゆっくりこうと赤信号をこう渡るおばあちゃんを見て、あ、そういう国なのねって思いました。まあ、そのおばあちゃんがたまたま特殊だったかもしれないですけど。ニートでゲームをしながらこれ見ています。はい。いつも何してんの？ダラダラしてますね。はい。服それしか持ってないの。寝る前で、この寝る前の部屋に置いてある服がこれで、で、まだこれ外に着てったことないんですよ。で、たまたま置いてて、この部屋寒いので、僕この部屋で寝るわけじゃないので。ネットビジネスをやる上で倫理観が欠如している方、人の方が稼いでいる気がするけど、倫理観はどれくらい必要なの？例えば今皆さんが見てらっしゃる YouTube ですけど、もともと違法な著作物をいっぱい載せていて、やりたい放題やっていて、で、ある時から違法なものダメですよっていうのにして、がっぽり儲けるっていうのに成功したんですよ。もともと YouTube って広告一切なかったんですよね。アメリカのデジタルミレニアム法案みたいなやつで、著作物を勝手にユーザーに上げられて、まあサイトに載っちゃうのは仕方ないと。ただそういう状態で広告を載せて利益を上げてはならないみたいなルールがあって、なので YouTube って広告載せられなかったんですよ。で、その違法なものをもう削除するっていうのを始めて、で、まあ普通に今では広告載ってて、で、世界中で多くの人が動画サイトとして YouTube を使ってるっていうのは現実問題あったりするので、成功するというのが目的なのであれば、ある程度グレーでも突っ走った方がうまくいくっていうのは、まあ、YouTube だったり、Facebook だったり。ちなみに皆さん使ってる検索エンジンの Google ですけど、あれも何年か前まで日本で違法だったんですよね。キャッシュっていう機能あるじゃないですか。検索結果のところに過去のページが見れる。で、あれが実はそのウェブサイトを勝手にコピーして Google のサーバーに載せてる行為なので、日本の著作権法上は著作権法違反だったんですよ。で、あと、そのページの要約を載せるじゃないですか。ページのタイトルがあって、なんか書いてあるページが。で、あそこスニッペットって言うんですけど、あれもその著作物を勝手に要約して載せてるから著作権違反なんじゃねえのみたいなのが一応法律上になっちゃったりするんですよ。で、まあ、世界中の人が使っててうやむやになってますけど、もともと日本では、なので Google は違法なサービスをしてました。はい。チケットの転売禁止が法案で通りましたが、経済的に見て何が問題なのか分かりません。なぜ国は規制するのでしょうか。ね、高く売ればいいのにね。あと転売できないようなシステムにすればいいのにね。よくはこの法案僕知らないんだけどさ、その行けなくなった人が自分のチケットを友達に売るのも不可能になるの？それはそれで不便だと思うんだけど。前回の放送で最後の方にアマゾンのセドリについて少し触れましたが、もしもひろゆきさんがやるとしましたら、商品リサーチや仕入れ等はどのようにやりますでしょうか？アドバイスお願いします。やるとしたらヤフオクとかメルカリとかで売れてる商品を自動的に引っ張ってきて、で、値段をこう出すやつと、で、同じ商品をアマゾンとか楽天とかで検索するっていうシステムを両方回して、で、たまに楽天とか、あとまあ、アマゾンとか割引があったり、日本はあるのかな？なんかフランスってたまにアマゾン割引あるんですよ。まあいいんだけど。っていう感じで、他のお店で買ったり、オークションで売るよりも安く買える時ってあるんですよ。楽天とかアマゾンが。で、そこで買ってメルカリで転売するとかっていうのをやると小銭が稼げるんじゃないかなと。
ていうかまあやってる人いっぱいいると思いますけどね。ひろゆきさんははけないんですか。まあ一応毛は薄くなってるんじゃないですか昔に比べたら。はい。南青山待機時、あ、南青山の児童相談所、なんかあの南青山のその児童相談所を作るっていうのをなんか港区南青山の住民の方々が反対していて、でなんか南青山ブランドにそういうようなそのあのあんまり幸せではない子供が来てしまうとより不幸を感じるからよろしくないみたいなのが言われたらしいんですけど、あのそんな大人が住んでいるところだったらそれは子供たちはかわいそうだよなと僕は思いました。はい。